里見氏、よく戦国大名のえ要件とは何かというところで、一国単位を支配しているというような話が出てくるわけですけども、その時によく言われるのが、阿波の国とか、えー、島の国は一国と数えていいのかということで、<laughs> え阿波の国というのは、房総反島のさっき言ったんですね。で、まあ、逆に言うと、島の国とか阿波の国みたいな小さな、 国がなぜ国に分離するかとったら、逆に言ったら海運業が非常に盛んであるということで、里見氏は、その阿波の国一国を基本的に支配していた大名ですけども、海運を掌握することで、戦国大名として存在感を発揮していたという、そういうあれですねその里見義、里見義隆、里見義宏、この辺の時に最盛期を迎えるということになっています。 まあだからこの戦国戦のがも基本的に海賊っぽい形にしてますね。で、里,里見氏とまず南宋里見発見伝で出てくるわけですけども、南宋里見発見伝というのは極定罰金によって1814年から1 8 4 2年にかけて三十数年間かけて書かれた読み本です。まあ、長編小説、全98巻で106冊となっており、発見師、犬の精霊。 とも言うべき発見師が里見師のもとに集って、里見師を、えーまあ、復興させるという、そういう伝記、まあ、小説といいますか、そういうもんなんで、まあ、近代においては評価が低かったんですが、近代ではやっぱり人間を見るということで、伝記小説として、えー、非常に当時、広い読,、えー、読書を獲得したと。で発端は仏姫物語で、えー、発端が有機合戦に敗れた、えー、里見だね えー、神代光弘の家臣の山下貞姉を売って、神代光弘の妻であり、山下貞姉の愛人である玉須さを処刑するときに、この玉須さが受詛をしたと。お前の一族に犬が立たるようにしてやると。その後、義輔さんの娘、布施姫、犬がなんかあの活躍したんで、結局、犬と結婚させられると。布施姫は解任するんですけども、犬とは交わってないということを。 証明するために自ら腹を切って死ぬんですけども 17, 17歳で、えー、その時に仁義八甲の弾、えー、が、えー、あちこちに飛んでいくというところまでの話で、えー、その後その仁義 H c c、えー、皇帝の弾は関東八州に飛んでいってその弾が飛んでいった先で生まれた発見師たちが、えー、集まってくるとですね でその、えー、特に犬塚篠という関東国宝の宝刀を持つ犬塚篠を中心とした発見師が、まあ、いろいろ苦労してやがて集結し、えー、里見市に仕えて復興を目指していくというそういう物語です、まあ。その過程の中で京都に出ていって朝廷に、えー、からの命令とかを受けたりとか。 えー、あるいは細川政元の亡が受けたりとか、えー、細川政元は香西家に殺されるとか、そういう話も入ってます。物語のクライマックスは関東大戦,戦で、もともと八景氏を非常に憎んでいた、えー、大扇勝貞政が関東大戦を起こすと、えー、山内昭貞、古賀重氏という、古賀は一応ぼかしてありますね、古、えー、賀重氏による、えー、里見討伐軍がお送られて、最終的にこれに、ね、里見氏は、えー、大勝利を収めると。 富士もとらわれるんですけども、この古河繁氏の、えー、祖先が持っていた、この監督法の法灯を持つ犬塚のは、この法、えー、刀古賀茂王寺に返して、三代の祝願を果たすと。発見者、里見吉なりの、えー、娘と、えー、結婚して、それで重臣なり、年いって、彼らは、あのえー、発見師のそういう、発見師にはこういうなんか入れ墨と、なんかものなんそういったものが消えていって、最後は、 富山あの富山松とかですね、現在の。千人になって、里見氏はその後、えー、道を失って、10代目で、えー、滅亡するというような、そういうなかったらしい話になってます。戦国戦では、この、えー、里見発見伝についても、一応ちゃんと、えー、あれが行われていまして、ちゃんと、えー、発見師がそれぞれ、えー、しなっております、えー犬あの。基本的に主人公はやっぱりこの犬塚志らしくて、最初に出てくるのと、それからこの。 関東九、えー、宝の宝の、えー、刀を持っていると。こう、刀を抜くときに水がブワーと飛び散るような、そういう、えー、刀を持っているということで。まあ、あの、これが主人公で、えー、これを持っている人は二次創作などでは、えー、この犬塚信のが主人公になることが多いと。戦国勢は他に、えー、関係人物として、一応、あの、ここまでが、あの、ここまでが南祖の発見伝絡みのカードということになっております。 で、えー、あとの、これは、からみさん、一応と、えー、登場人物、古、えー、川は、えー、わざわざこうやってますけども、足利茂ですね。山う内秋田はもちろん山の、山之内上杉秋田で、えー、長岡家の出てきます。まあ、ヴィランと悪役はこの扇ヶ谷津田だと、えー、よくなってます。あのこの説明してたね、なぜだか、後ろが、バックがなぜ、こんな、あの、安、えー、の国でこんな、つられるのかよくわかりませんが、まあえー、人物は出てきて、まあ、いろいろと、えー、今日の二次創作とか、 一種の SF とも言えるか言えるというかまあ,あのこれなんか現代の小説にも、えー、まあ逆に、えー、近代じゃなくて現代では逆に小説の題材にもなりうるような話であると思いますけどもこの里見市というのはそもそもどういう家なのかということですね。系譜を示しますともうちょっと実はぐち,ぐちゃ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 してるんですけども実はこの辺がよく分かんないあのまあ一応人名並んでるんですけどもよく分かんないそもそも、えー、ということですね。 源義家日田義成の同族です。この里見義経が、えーえー、初代、2、3、4、5、6、7、8、9、10というふうに、十代で滅びているというふうに言われています。の南相里見あわああの、厳密には南相里見市というよりも、阿波里見市というんですけれども、阿、え、波、ー、里見市。 どういう家なのかっいうのをもう一度見てみると、えー、里見市っいうのが、えーあのー、先ほどのケー見たように、新田義成の所長である義年の子孫になりますね。この義年が、えー、神津の国、碓井郡、里見郡を改良し、そこのところに住んだことから、里見市という名前がついています。苗字の地は、えー、神津の国の碓井郡、えー、里見郡になります。 で里見義としてに関してはほとんど実績はわかりませんというか里見氏というのは基本的に実績はよくわからないというのが現実になります里見義なりこの人物は1157年に生まれて1230年に、えー、死んでますけども1180年に頼朝拠平寺には在教していましたあの大盤役で頼朝拠平寺祖父の日、えー、田義重源義重は中立を保ったんですね よりともが成功するかどうかはわからんとで実はこれが日田家のえ運命を決めたというふうふに言われています足利が安田氏に出てましたがあの吉重の弟の吉兼が、えー、いち早くの活躍者に対してこの日田吉重はずるずると動かなかったとところがこの里見吉成はその意向に反してよりとに組みしてよりともとで徴用されています 富士の巻狩りでは、誘、えー、訓別当になっています。でこれはの、要するに、遊女たちの管理、えー、遊女たちの争いの、えー、仲裁、調停、そういったことをやっている、そういう、えー、役割であることがあの分かりますが、この背景には、彼があの薄い軍を配慮あの、書類を持っていると。薄い軍というのは、交通の要衝なんですね。現在でもあの 薄い,峠というのがあって、まあ、信越本線、現在、長野新幹線になってますけども、えー、昔は、えー、関東から長野に行くときに、まあでもそうですけども、長野新幹線、ね、信越本線沿いの、えーまあ、交通の要所であります。山があって、えー、そういう山を越えるための宿があったんですね。こう、職の完了していた関係上、この里見しなりというのは、まあ、そういうともなれたんじゃないかというふうに言われています。 弓の名手として知られていて鶴子八幡宮のヤブサミにもあの頼朝から抜擢されていますだから非常に頼朝に徴用されていることが伺えます1204年には15位の元以下の神に、えー、任官していますこの国主に任官するというのは非常に里見氏というかあの、えー、当時の頼朝の御家人でこの、えー、神になるというのはなかなか、えー、上位ですね でこれはあのちょうど三日兵士の乱が起こっているところって、伊賀の国で兵士の残党が挙兵しているときに起こっているわけですけども、この三日兵士の乱との関わりでおそらく伊賀の神に任せられて、このえー、だからまあこの伊賀の神というのは国務というよりはおそ、えー、らくそこのところに使わされた。で守護よりも重たい、そういう仕事をさ,さ,されたのと考えられています。 それから、えー、里見義直、この,吉,の吉成の息子の義直が、えー、京都守護に一時、おったと。 ということなんですけども、この実は、この里見吉成、それから里見吉直を継ぐのは、えー、この里見吉直の後京都守護に就くのが平賀トンマスですけども、この信濃源氏の平賀トンマスとの関係も良かったようで、神津の国と信濃の国の国境地域ですから、この薄井軍というのは。逆にこの所領が接している平賀トンマスとは、えー、非常に友好関係あったみたいです。ただこのの平賀トンマスとの有効関係は 同時に、この平賀友政というのが北条時政の後冴である牧の方との深い関係にあった関係で、この牧師事件で里見義成は失脚、彼はその後も生き続けますが、吾妻鏡ではその後姿を消すということで、鎌倉幕府の政治の中心から失脚していって、それ以降、里見氏は御家人として、一応存続はしますけども、自責とほとんど姿が見えなくなってくる いうことになります。だから他のあの家に比べても、えー、まあ鎌倉時代はちょっとおな染め。で室町時代の里見氏ですけども、えー、この里見義多ねという人物、この人物が、えー、出てきます。そこでの役割は日程蓮宗に従って鎌倉幕府討伐。 軍に参加していいるという、えーまあ、だから日田義貞、本家の日田家に従属する、でこの日田家自身が、えー、足利家に従属していたと考えられてますので、近年では。だから、まあ、あの日田義貞のさらにあの下っ端という扱いで、大きな、えー、御家人ではないということがあります。で、この義貞にしたかった関係で、兼務の申請で越後の守護大に、えー、任命されていると。 まあ越後は、大井田家というのが新田の一門におったんで、実は越後にも新田家はあの広がっていたんで、その関係だと思います。基本的には南朝、あの、吉種とか南朝とともに、えー、行動と共にして、そのまま歴史並みに消えていくんですけども、えー、里見吉宗という人物がどうもおるらしくて、彼は、あの、室町幕府に、えー、従ったようです。ただ、観音の上乱で、圧縮が家同しに従ったために、美、え、濃、ー、の国の所領を失っていると。 どちらにしても、えー、南北上、もともと鎌倉時代には細々と生きていて、でえー、南北上時代に,もにはさらに細々と生きていたという、そういう家系だなというのがわかります。里見市、まあ、美濃とか、あちょろちょろとはあの見えられるのは、それほど、えーまあ、あの見るべきものはない。ところが、この里見家兼という人物。 これが、まあ、どういう関係かはわからないんですけど、足利光兼に見出されて、えー、日立の国に所領を獲得したということが見えます。この家兼の子孫が阿波里美氏ですね。で、里美家元、家兼の息子の家元は足利兼持ち主に従って活躍、えー、してます。影響の乱でも、持ち主に従ってますが、影響の乱でから生き残りました。 ただその後、結城氏友と共に結城合戦で戦死してしまいます。こうして、里見氏は鎌倉久保と運命を基本的に共にしたんですが、えー、里見吉宗という人物ですね。えー、里見吉宗という人物が出てきてます。結城合戦後、えー、阿波に逃れて、阿波里見氏、南宋里見氏を起こしたということで、この辺、この辺が南宋里見発見での始まりのところなんですけども、ものすごい実は問題がありまして、里見家元は1109年生まれなんですよね。 息子の112年い3世で産むわけないだろうと。えー、いうことで、里見吉ねという人物は、実は実在性も、あの、微妙に怪しい人物であると。里見氏は、 実在したかというといく立てられるぐらいのものであって、あの里見義根らしい人間はいたというか、里見氏がこの頃に阿波の国に入っていったというのはどうも事実らしいんですけども、えー、実名が、そたうう名前が義経であるかどうかということも含めて、えー、まあ後世のこの経符類にはそう書いてあるんだけども、当時の記録にはあまり残ってこないと。で、旧来、この里見氏、里見義根通人物はこう,いうふうに言われています。有機化 戦後に阿波の国に入国、えー、そこで安西氏の庇護、えー、下に入ったんですが、神を影さだを殺して帰国した山下忠範を打倒する。これはあの、えー、あれですよね。この話が南佐の木発見伝のほったの分ですね。神を光博という人物を殺した山下須忠範。字が微妙に違ってますね。で、この、えー、神を光弘 のえー、妻であり、貞金の愛人であった、えー、玉須さを殺したところ、そのえー、呪いが、えー、里見世代の娘,で娘に降りかかるという話になってますけども、えー、まあ、これはこの陣を掲け定を下告上した、山下貞金を打倒した、そういう話からは問題なんだよね。で、安西氏を滅ぼして、えー、あ,あの、阿波の国を統一し、重、えー、氏に使い立たれますその。要するに、ここではまず阿波の国を、えー、統一した後で、 重氏に仕えたというふうになってますけども文書等から明らかになっている事実はどうも上杉の利忠を殺害したこの京都の乱の始まりですねそれに阿波里美氏が関与しているということであのどうも話は逆で、えー、里美氏はまあ吉持氏に仕えたんですが重氏が カマクラクポを復興したときに、あの、持ち主の旧審の里見氏も、えー、修行寺の場に集まってきて、上杉方の黒人である上杉、あの、阿波の国の、えー、主語は、細かくは分かってないんですけども、えー、最後の、えー、まあ、上杉氏が代々持ったようなんで、えー、当然、あの、上杉が、 阿のの国の守護を持っっていたた。とこは、人も上杉方が多かったそれを足利重氏が自分の側近であった、えー、里見なんとかさんにで、まあ、それが吉田ねと言っても別にいいわけですけどもその里見なんとかさんに、えー、命じて阿波の国のを平定させたというのが実態ではないかというふうに、えー、言われてます。 阿波里見氏の系譜の乱れなんですけども、南里見発見伝では里見義成という出てきますが、里見重義,義という人物がどうも実在であるというふうに見られています。1548年生まれから155年で。阿波の国に稲村城を築城し、上総進出、さらに外房を支配していた正木氏という三浦一門ですけども、この正木氏と隕石関係を結ぶと。 言うんですが、これについては、この成吉、重吉人物ともにいたのかと、作為的な格納人物ないかとは現在言われてます。あのむしろ、えー、里見義真に当たる人物から、里見義道、この人物がおそらく実在と,として確定できる第一資料、一次資料で確認できる最古の里見氏であって、えー、それ以前については、 鎌倉国法の側近に里見市つうのがおることはわかる、えー、それが阿波に入っていったんだろうということもわかるというぐらいの話ですね。だからこの重義という名前も、この名前を見る限りでは足利義重から一時配慮してるんだろうなと見られるわけですが、これについては吉原で吉な、あのこの吉井こっちじゃないかと。里見発見ではこうなってるけども、里見発見なくてもこっちじゃないかという説もあります。ここれの意味するところは 要するに、南卒発見伝的な話でしか出てこないという人物であるというふうに言われています。この吉宗に当たる人物のあれが里見義道であると。で里見義道は181年生まれというふうになってますけども、一応、経府類では、 重吉の嫡男で病弱で十八歳で、えー、失去したと、1914年に失去したと言われるんですけども、実は1520年にも出てきていて、1525年頃まではこの里見義通、実は、えー、存命であることが明らかなんですね。ということは、38歳で病弱のために死んじゃったというのも微妙であり、えー、この年青年ももう少し、えー、前にあの引き上げることもできるんじゃないかと、えー、いうことを考えると、 えー、どううななんだろうとくなりますね病弱のために三者精神でだから何もできなかったというふうに言われるけど実際には戦国大名・阿波里美氏の基礎を築いたのは彼であって例えば北条後代、まあこれも二次周年の北条氏が伝った記録ではこの安西氏滅ぼしの吉義経じゃなくて義道であるというふうに言われています。 だからあの実際には、阿波の国に入ったきっかけがおそらくは京都国の乱で、その後阿波の国を急速に統治していったのは、えー、もう少し後の辰巳義道の、えー、時代であろうと。1188年には、えー、息子の早高に、えー、明治て一茶への信仰というふうに広がっています。もともとは古河国を足利正氏に仕えていたんですけども、辰巳義道は、 この久保の足利義昭に乗り換えていると。まあ、この方が自分にとっては近くて、足利義昭をかなり取り込めるだろうと考えたということですね。で、1920年には、お弓久保から関宿城と元桜城の攻略を命ぜられているということで、位置関係を見示すとこうなります。この青が里見市の支配領域であって、 阿波の国というのは、ここですね。これが阿波の国です。で、この赤の領域はマリア市、あるいはマリアツ市とも言いますけども、マリア市の支配領域。黄色がお弓雲雲で、お弓雲雲というのは、この千葉付近に勢力を張っていると。これがお弓雲雲の支配下、河野大城うちにここが、ここを巡って、このお弓雲雲と北条氏が戦うと。 で、この、えー、古賀城はここで、その古賀城を守るように、えー、まっ、ったのは赤粛城ですね。この赤粛城には古河国宝一番の家臣である柳田氏がおって、この赤粛を抜けるかどうか、この赤粛を、えー、どう攻撃するかが結局、北条氏にとっては大きなポイントになってくると。基本的に千葉県の、えー、通は一番北が古河国宝、真ん中付近が及び国宝、それからあの、マリア・武田氏。 それから里見市というふうに、えー、一応支配領域がなっていて、えー、まあこういうふうな、えー、感じに支配領域が、まあ、分かれていたとえうことなっております。今回鎌倉行くときは海上ルートで行くんですかあ海上ルートですね。うん、基本的には海上ルートであの鎌倉は何回か攻め込んでますがもう海上ルートです。マリア 武田この辺も海なんですかこの辺もあの海海ですね江戸湾の方江戸湾向いてますで、あの外棒を向いてるこの山の城これが正木市なんですけどこの、えー、この正木市この勝浦城のうちに、えー、押さえていきますがこの えー、正木市、薩、え、摩、ーまあ、市の重視なんですが、正市は里で、えーまあこの稲村城は両方、こうされていて、この岡本城と金谷城のよう,うにこう広がっていきます。で、後にこの佐野木城はこういうところも、薩摩市の支配下に入っていくと。房総、まあ、半島の南の方から北へ向かって、支配領域を広げていくんですね、この一族は。そうですね。こういうとこってあんまり見たことないですね。ここ おゆ久くぼは聞くけど、おゆみってどこにあったんやとかね。うんそう。<laughs> しげしげ、こういうふうに千葉の地図を見るというのは、あんまりないかな。<laughs> 私も今回初めてです <laughs> おゆみくぼは、北条の時の時のどの辺、まあ、千葉の方はだいたいあれだけども、いよいよ見ると、この、えー、千葉市なんですね。えっと、阿波佐、和ズ下房と、これ南から行くんですね、呼び方は。 でも多分都からは多分こっちじゃなくて、こういの近いんでしょうね。今、その境目のとこはね、利根川が流れてますけど、この頃は利根川は江戸前に来てますよね。ねうん、利根川納豆っとことは誰何があったんですか、うん、江戸時代に利根川付き替えられ利根川もあって、この辺り、現在もはるかに広く、この霞江ヶ浦が広,が広がってますね。 霞ヶ浦の小さくなってる昔に比べて、うん、でそこに静湿地帯があるから北はそこでぶつかっちゃうねそうですねと霞ヶ浦と細、えー、いあの道を挟んであの筑波山があるんで、まあ、日立の国はなかなかその辺がね <laughs> であの千葉県ではこれですけど現在あのこ,ここあたりまでは下総の国になってます、ね 下総の国は県の千葉県はちょっとだけ広がってます。この古賀城あたりまで一応下総の国になっています。下総というのは、今の千葉県よりも。もっと北の方まで入ってったんですか。そうですね。この古賀城は現在で茨城県のはずですが、ええー、当時は下、あの下総の国です。里里美の始めの方については、よくわからないわけですね。これ。よくわからないです。鎌倉時代後期から室町の初期にかけては。 うん、でらにその室町時代家剰ではないんだろうけども武田みたいな松前氏みたいな家剰ではないんだろうけどもまあそれなりにあのよくわからん家系でありますね一番最初が源の義重やというこ清和源氏やん。いうところは、うん、これは確実なんですかどうなんやろうここの辺りに何があるのかわからないから この辺りがものすごくあの実はよくわからんところがありますから、あのほんまに日体一門のこの里見の、えー、あれなのかっつうのも、まあ、あの一応ね、<laughs> 同時代の一時思では裏付けられないですね。うん、ただまあ、あの鎌倉蜘法に使えるこういう側近集団に里見っつうのがおるのは間違いないと。これはは室町時代から源の 系里見という名前がそうあの、里見というのが結局、あのこの神津の国の里見号ですから、まあ、あの里見という名前のノルつことは、この義重の新田源氏の末裔であると。で里見というのは、この阿波だけで、他の地域にはいないんですかえっと、美濃とかになんかちょろちょろとおったらしいのですがよくわからないです大きな勢力としては、この阿波、うん、阿波。 うん、戦国大名、あるいは有力国州レベルまで上がってくるのは、この阿波の、阿里見家だけですね。里見氏が大きく飛躍するのは、義隆の代ですね吉の弟の実高の代になります。この五代目、この義豊実高の時代に大きく飛躍すると。 それが、まあ、あの出てくる一つのポイントは、この鶴岡千万宮の戦い、別名、大英、えー、鎌倉合戦というやつですね。里見実隆が、えー、鎌倉に侵攻したという事件です。えー、里見義経高が、まああのえー、海を渡って、えー、鎌倉のを狙ったと。実際には義時代じゃないかと言われていますけれども、えー、この背景、この鶴岡千万宮の戦いの背景は、 おゆみく法と古河、えー、く法の争いになります。このおゆみく法と古河、えー、く法はこの下尚をめぐって争うわけです。下尚の国の争奪戦、えー、そこに北条実名が、えー、おゆみく法に、えー、接近してきます。関東関例を名乗る人間っていくつかおりまして、まあ、あの上杉がまず本家本物ですけども、それに対して北条は執権。 を名のって、足利、あの、誰かをとりあえず、えー、盛り立てて、その、執権と。里見も実は、あの、後に、関東福将とか、関東福将軍はなりますけども、まあ、福、えー、水とか、あの、福、えー、将軍とか名乗りますけども、まあ、これも、あの、えー、要するに、俺は関東管理だと言ったわけですね。えー、自称関東管理があっちこっちに愛してると。で、おゆみくぽ、 としては北条氏綱、えー、も一旦お弓九郎を狙うんですけども、1924年、氏綱が江戸城を占拠します。江戸城を占拠したことによって、北条氏綱の、えー、支配領域がこう広がってくるわけですね、こういうふうに。そうなってくると、このお弓九郎としては、ちょっと待ってくれと、えー、いうふうにできます。東京湾の、えー、下半を制圧する。そうなると、えーまあ、このお弓、マリア、えー、正木、里見、 こちらの東京湾の東半分を、えー、抑える側としては、笑うてられへんと、えー、いうことになって、えー、この北条氏綱との戦いが始まるわけです。そうなると、北条氏綱は古河国宝や柳田氏との、えー、関係を深めていくと、それに対して、お嫁国宝は、大喜谷通江杉氏、あるいは武田信虎、えー、こういうところまで、えー、まあ、を伸ばして、北条氏との、えー、全面対決に入っていく。こ、まあ、これがのの鶴八幡の戦いですね 泳御区砲、丸谷市、里見市対、バーサス、えー、北条氏と。1926年11月、里見市が、えー、鎌倉に侵攻していきます。この戦いというのは、この大木勝友樹がこういうふうに玉縄城を狙ってきたんにあの連動して、えー、この岡本城からこちらに、えー、攻め寄せたということで、まあ、海陸から攻め込んだわけどね。でも、もしかしたらこっちじゃなくて、こっちかもしれませんね。こう入ったかもしれませんね。 鎌倉に攻しこの時に鶴八万宮が消失するとこの戦いは結局あの上杉と毛木も玉名城を抜けず里見氏もあの北条氏の、えー、攻撃を受けて撤退するということで北条氏が勝利します。もう一つはこの八幡宮の炎上によってこれ八幡宮の炎上というのはわざと炎上させたわけじゃなくてこれ失火なんですね。 で、八幡宮は一応源氏を名乗る、えー、里見氏にとっても重要な氏神であり、八幡宮を援助させたことによって、えー、義時の権威は失墜してしまう。逆に義時の叔父にあたる実高の権威が、えー、上がってくると。それが次の、えー、里見氏にとっての,あの大きな、えー、事件につながっていきます。これが天文の内向ですね。 里見実豊という人物は、えー、吉道の代に金谷城を拠点にして、えー、いました。このここえー、里見義と,、えー、里見よしとよはこの、えー、稲村城で、実、え、豊、ー、がこちらの金谷城を、えー、支配してたんですけどこの金谷城を支配して水軍を溶かしてたのが実豊なんですね。鶴八幡宮の戦いに従軍しましたが、後に義よによって殺害されてしまうと。でえー、里見義よ,よですけども、 義、えー、道が死んだ後、家、え、督、ー、を継承し、三鷹が貢献したと伝えられるんですね、えー。実際には誠実らしいです。三鷹と正木、えー、これ、正木道筒ですね。正木道さんは殺害しましたが、えー、里見義孝に殺害されるという天文内向です。これ実は、えー、ややこしい話がありまして、天文の内向というのは、伝承によると、佐見氏の記録によると、こうなります。 義豊が家督を継承したときはまだ5歳であったと。子供であったと。だからまあ,あ、1997年に生まれたというのは、悔し真鍋はそこで5歳だったと。だからあのが貢献、重、え、高、ー、が貢献したんだと。重高が稲村城に入りましたと。義時がえ15歳のときに家督を返そうとしたんですが、えー、北条実な上を信仰してきたために家督を返すことができず。 鶴橋マグの戦いでも活躍したんですが、正木道綱の抜てに、えー、嫉妬する義時の側近、この正木道綱というのは、えー、先ほど言ったように、あのー、こちらの方の外房を支配する家であって、まあ、いわばこの実孝との関係で新山王なんですね。要するに里見氏の映が元からお、えー、ったわけじゃないでの方を 方面にこう力を伸ばしていく過程で、進化に下ってきた、そういう家です。だから、まあ、あの、義朝と、あの、古くからいる義朝側近は。この正木道綱が抜擢されたことに嫉妬すると。で、そこで、この義朝側近たちは、残言するわけです。実隆と、まあ、さ、えー、道綱は。あの、義忠を拝して、えー、北条氏と組んで、実氏を滅ぼすとしておりますと。それを真に受けた吉義忠によって、実隆が殺されたと。 それに対して千鷹のこの義高が敵討ちを行っていると。で、この時に北条氏の支援が義高の方に行ったというような感じであって、まあ、いわば義豊、えー、がくそすぎて千鷹を殺した、その敵討ちが行われたという、まあ吉、義、え、高、ー、かっこいいじゃんという話になるんですけども、史実では実はあの近年、1992年の論文で、 発表されてますが、この一次資料、要するに文章を見ると、えー、まだ違う、えー、ものは見えてくると。義、え、時、ー、の家督継承、この時すでに、えー、彼は成人していたと。北条実名は里見氏を建設の三ため、高に接近していったと。もう一つ、この三根高と、えー、組んでいた、えー、正木氏が台頭してくる中で、あの、里見氏不代の連中、およびお弓久保が。 この実高とそれから正木の台頭に対してものすごい危機感を持つとえいうこうになっていくるといわば実高が水軍をえー掌握しさらに北条氏と戦った後北条氏とえ接近していくそういう中でまあ北条氏としてもこの実高をえどうやってうまくつなずけたらえ里見氏とえ組めるかということを考えたわけであってそうなるとこの追い三国 それから里見氏の、えー、古くからいる譜代たちは、えー、この実高通人物は危険だと。実高と正恵美津は危険だということで殺されたと。里見義高は敵討ちを挙げるんですけども、北条氏がそれを、えーまあ、支援すると。その結果、義朝が自害します。で、えー、義高が家督を継承しました。敵討ちっいうのは坂田記事なんですけども、その後直後、義高はあっさり小お弓行くポートは僕して、 法上氏と敵対しているということで、ポイントはこの実高が貢献していたと話はないと。実高が、えー、いわば義時、えー、に対して力を持ちすぎたと。だから粛清されたんだと。しかも北条氏と戦隊が組もうとしていたと、えー、いうことで、そうなると義時が実高、えー、を殺すっつ,つの、まあ,あの、ない話ではないわけですよね。ない話ではない。その結果 何とか殺されちゃったとまあない話ではないとで義高がまたあの、えー、実際には、えー、北条氏とつるんで義時を排除した後、えー、手のひら返して今度は北条氏と敵対するというあたりでこの義高が北条氏をうまく使うあたりはなかなかやりますねこの人という感じなわけですね。そういう形で、えーまあ、天文内向というのは現在ではそういうふうに考えられつつあるという話になってきます。 で、出てきたのが里見義隆ですね。この里見義隆の代に里見氏は最盛期を迎えるわけです。1907年に里見義隆の子と,として生誕しています。1933年、天文の内向の結果、里見氏を継承しています。まあ、この犬掛の戦いで里見義隆を破っているわけですね。で、この犬掛の戦い、発見師とかそういうとこまで出てくるときに、この犬掛の戦いという 言葉が、馬琴ンゾン程度影響を与えているのかっいうのはよくわからないですけども、えー、あれですねで、えー、北条氏と組んだ下国上であると、事実上は実際には、うん、要するに主家である義時を倒して、義、えーまあ、高が家督を散奪、えー、したと。さらに、マリア氏が内紛を起こし、マリア信政を推す大弓久方と組んだことで、右筆など対立していきます。 で、え、1937年にはマリアのブタカを幸福通過追放に成功し、マリア氏を支配下に置くことに成功していると。このマリア氏の内紛と、え、里見氏、おみ氏、お弓ポーとの連携、それと北条氏との連携、え、対決、これが、え、第一次河野大合戦になります。この第一次河野大合戦は、北条実那による大ス潰杉氏の交易。 これによって、要するに宇治綱が、えー、この上杉友貞定公益を初めて、あの武蔵の国方面に力を広げたわけですね。で、えー、江戸城を築城したことによって、北条氏の,の支配領域が一気に相模、伊豆の2国から武蔵まで入ってきたと。武蔵まで及んできて、この江戸城も、えー、宇治綱も支配に入ると。そうなると、ここのところが抑えられるということで。 これに対する危機感が、えー、あったわけです。えー、おみくぽーとしては危機感があると。で、これはもうずっとおみくぽーとしては、えー、北条実名の,のこの東京湾への進出っついうのが、えー、非常に気にかかってくるわけですね。で、そこにマリア武田氏の内紛が起こると。マリア信孝と、えー、義明が対立。信孝は結局、里見義孝と義明に潰されて、えー、亡命。信政を、えー、義明は自我を間違ってますね。 信正を、えー、吉明が、えー、支持していますその結果この、えー、宇治綱と、えー、この足利吉明とは、えー、決定的に対立するとそういう中でこの里見吉高が家徳を継承するわけですね、えー、正木時忠と里見吉高の,あのコンビが、えー、ど,んど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 んとこっちへこっちへと向かってくるとで、えー、北条氏はこっちへこっちへと向かってくると そのうう中でこのマリアのぶ、マリア氏では、えー、2つに分裂し、えー、信孝はこの北条氏さんと組もうとし、えー、信政はこの南の里、えー、見氏と組もうとすると、えー。こうやって、えーまあ、マリア氏は分裂したわけです。で、義明と、えー、大月上部杉友との同盟、足利春氏と北条氏との同盟が組まれます。このこっちからこう。 逆にこの足利義明はこちらとこう組んでこっちが圧力をか,かけるとそういう中で里見義隆は足利義明方に就いたということになります。1938年義明義隆は東信正は高度台城に入ります。ここですねこの下佐と武蔵の国境に位置する高野台城に入りました。一方の氏綱は江戸城に入ります。 この江戸城と河野大城というところをめぐって睨み合うわけですが結局この河野大合戦一度やりましたけども足利義明はここで戦死なんですね。え義、ー、明は要するにあの足利家の旗を見せたら北条家は、えー、ビビって降参するだろうと、えー、言うたんですが里見下川はこいつ頭おかしいんじゃないのかと思ったのか違反するわけですね。 吉明がはあの足利の旗をバーン見せても北条氏綱は全く動じることなくそのまま突っ込んでくると、えー、吉明は要するにこれを見せて敵がずあの何もせずしないように崩れていくのを見たかったんですね、えー、だからあの、えー、川を渡ってこの、えー、利根川荒川を渡,渡ってる最中に攻撃するなとつらが勝手に自戒するはずなんだというんですけども、えー、吉高はそれを聞いて退却しちゃいましただから吉高は全く全く無傷だったわけです えー、逆に牛明は戦死しちゃいました。北条氏綱にとっては足利なんて、まあ、あの、どうでもええと。まあ、要するにあれですね、自分に背いてこない足利がいい足利がであって、えー、自分に背くんだったら殺しちゃえと。その結果、マリア・信孝が継承することになります。結局、マリアのは・信孝が帰ってきました。ただ、これが、あの、ごちゃごちゃになっちゃって、信孝は一応氏綱の支配を受けてるとはいい以上、この統計を挟んで、 えーあれで,すね、で、この,あこの人が死んじゃった結果、北条実は、この、えー、ここから甲府に進出を図っていきます。下納の国に進出を図っていきます。一方、えー、里見義隆は、このマリア氏がガタ,ガタになった隙をついて、こう、カズの国の方に、えー、進出していくという形であって、この河野大合戦では、この及び久保はひ,ひどい目に遭いましたが、この里見氏は、えー、実はこれで、まあ、棚からボタもちやったわけですね。 田の国ががら空きになってしまったそこのところ一気に聡明をしたかはこのマリア氏を、えー、一気に追いやってしまうとでこのマリア氏っていうのはどういう、えー、家系なのかっのちょっと見ておきますこれは武田氏ですねあの甲、ー、斐の守護である、えー、武田信長甲斐の守護家に生まれたののこの武田信光は甲斐の守護ですでその諸子、えー、であった武田信長は、えー、足利義則に仕えて、えー、相模の国に所領を持ちます で、さらに足利行氏に使えて、かつその国に、えー、入部すると。で、その孫にあたる、えー、信夫儀が、えー、マリア城に入って、えー、マリア信夫儀と名乗ります。だから、これを、えー、持ってマリア氏の、えー、祖というふうに言われてます。で、マリア信勝、マリア助官、彼らがお弓九方の足利義明を擁立したと。あのー、いうことで、まあ、あのー、このマリア氏が、えー、このお弓九方の、えー、どうも、 もともと鶴ヶ八幡宮の宋だったのが吉か、義昭は。鶴ヶ八幡宮の宋であった、えー、この義昭を現、えー、属させて擁立したのが、このマリアの部活マリア女官の、えー、親子であって、彼らは辰巳義人を支援しています。マリア信孝は、えー、女官の所長士です。で、義高をかくま,、えー、まったのは、三、えー、タが殺すたときに義高をかくまったのは彼です。 ただ、えー、まあ、里見義隆は北条氏を、えー、最初頼ってますけど、これ、結局、マリア・信隆との関係ですね。えー、北条氏と結んでるわけです。ただ、あの、里見義隆が北条氏と、えー、決裂したために、今度は信正と里見義隆、それから、えー、マリア・信孝と、えー、北条氏綱と。で、えー、結局、義高に攻められて、相模の国に亡命。マリア・信正は、えー、助官の嫡男に当たります。 義昭の後押しで、えー、マリア氏を継承したんですが、河野大合戦後は、えー、義高を頼ることになります。ただ、あの、この、えー、信孝の息子の信正を、えー、支援して義孝と戦うと。えー、義孝の狙いが、えー、要するに、マリア氏をボコボコにして、えー、マリア氏の土地を取っちゃうというのが分かって、分かった、分かったですね。 その結果、えー、信政は、まさら遅いわという感じですけども、この義高と戦う、あのこのえー、仲間内を戦やめて、義、えー、高と、えー、戦うことを決意するんですけども、えー、結局、えー、戦死して、えー、マリシ足は没落、上総の国は、この河野大合戦をきっかけに、皮肉なことに、義、えー、高の支配下に入ってしまうということになります。 里見市の拡大ですけども、足利義明が死んだあと、えー、上総、さらにあの下総まで出ていきます。で、あのそれまで、えー、阿波の国の真ん中付近にある稲村城を本拠にしていた里見義隆ですけども、この時上総の久留里城を本拠にします。ところが、1五5 2年、下総の黒人が、えー、離反を始めます。 つっうまあ、下雄さというのは結局、北条と里見の草刈り場となったんですが、もともと北条の方が、あれですが、北条はこの武蔵からさらに下雄さの方に力を持ってくると、黒人たちは雪崩を打って、里見から北条に行っちゃうと。で、さらに1954年には、江宗春三国同盟が締結されて、その結果、里見氏の圧力が強まっていくと。 要するにもともとこの武田との関係、えー、今川との関係が不安定だと、北条氏はこちらとの関係にも、えー、気を配らなければならなくなるわけです。こちらとの関係にも気を配らない。ただ、ここのところがこの三国同盟ができてしまうと、北条氏康は要するに全勢力をこういうふうに持っていけるね。こう、こう。そうなってくると、 説明したかは、ここまでこう伸びてきたもんが、一気にぎゅ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 っと圧縮されていくと、えー、いうことにな,な,なります。結局、えー、下草の国は、えー、あっという間に、えー、北条に流れさらに数々の西部も失うと、要するにこういうふうになっちまうんですね、えー。で、数の西部を奪われるということは、結局、東京湾の奥の方は、北条に、えー、完全に牛耳られてしまうというふうになります。 そこで、え騎士改正を打ったのが、吉高はここの、えー、三浦岬を攻撃して、三浦岬を、北条氏を勝ちます。これによって、まあ、北条氏を一旦止めることに成功すると。さらに、えー、まあ、北条氏を牽制するために、この佐竹、えー、上杉、えー、このいわゆる東の州と呼われる、こういうあの、反北条連合との手を組んで、うん、北条氏を牽制すると。 三国同盟およびそれに、えーまあ、連携するこういう赤の、えー、ものと、えー、それがこういう反北条を、えー、標榜する青の、えー、グループ、まあ、これに分かれるわけですね高層春同滅締結後は1960年には、えー、さんに攻めてきた氏康を撃退し上総の西部を、えー、回復しますで、えー、1961年氏康が来る理城を攻撃している最中にこの長岡鶴と上杉に乗りましたが えー、一気に小田原城攻めに入って北条義安は、えー、一旦小田原城に、えーまあ、立てこもることになって久留里城に、えー、立てこもっていた義高は逆に一気に反撃に出るということになります。 でも、この小田原攻めというのは結局うまくいかずに、えー、1160年には出家、隠居して、義弘に家督を譲っています。まあ、家督を譲ったいうても、その後しばらくの間は、義弘と義、えー、高の共同通貨、えーつつかまあ、あの後見人として、一応義高は、えー、その後も、えー、里見家に影響力を及びますが、1160年には隠出家、隠居して、嫡、え、男、ー、の義弘に家督を譲っています。 ということで、えー、まあ戦国大名、えー、として確立したのは、この里見義孝の代ですね。里見って、北条に何回か戦いでは勝ってるんですね。そうなんですよ。あの北条がまあ2万ぐらいと言われて、里見3000ぐらいと言われてるんですけども軍、使える軍勢が。基本的にもう水軍なんですね、彼ら海開戦になるんですか。開戦になります。 まあ海鮮通過、このこの三浦半島はもう常に里見氏が攻めてくるんで、えー、この三浦半島の沿岸部の住民たちは年貢の半分だけを、えーまあ、決められている年貢の半分だけ北条に送って、もう半分を里見に送ったというふうに思われてます。うん、そうしないと攻めてきおる。北条もそれで納得、納得というか、しゃあないなと。しゃあないですよねああのの里見あの これ北条が全部取ろうとすると、里見の分回された、今度は里見にこうされたらかなわん北条が無理や無理押ししたら、住民たちが里見側に行っちゃうと、うん、あそれは困るね、北条としても。大変困りますね。だからこの三浦半島の,あの沿岸物、なかなか北条ってた。しかも自分の足元ですからね、結構、膝おひざ元ですからね、結構頭痛いもので,ですよね、これ。 戦国時代で大きい方が必ず勝つわけではない戦略によってはね、真っ向でぶつかるとそれはその方も北条に勝てるわけないんですがね。海賊行為やらやれや。北条も水軍持ってるんでしょ？持ってます。だからあの一生懸命やるんですが、それであのあのしばしばままあの毎毎年のように個多分侵略戦国んでしょうね。よしあの里見くん里見水軍がでえ北条船出てたら逃げるとか。 えー、ある時はいきなり殴りかかってくるとか数が少ないと殴りかかってくるとかさらには反北条連合はできてますから川なんて国高知れてますよね米で言えば意外とねなんかあの江戸時代に入ると阿波一国で4万国あったらしいですよ意外とあるんですねこれそれと数差が南の方を取れば230万国にはなるんですかねいや最終的には12万国なんですよこれあ12万国 <laughs> あ 立山藩でほぼ房総半島を抑えた段階で12万石。阿波の4万石っていうのはあのこの貿易とかも入ってんの4万石なのかな。米だけだともっと少ない。うん、ちゃうか、最高原始4万石になったんか。だから、えー、それぞれ2万石ぐらいだったかな。やっぱりだから少ないですね。やっぱり三浦半島にあの攻め込んで。 あの住民から年貢の半分を三浦半島で略奪行為しない代わりに、三浦半島の沿岸部の住民から年貢を半分、北条市の年貢を半分ピンハネするこれ、里見って、髪型というか、首都圏、当時の首都圏である京都辺りとの交易もやるんですか。 あんまり目つけないですね。あの、一応、なんか、よしとの交信はやってるみたいですけども、あんまり、あの、里見里見氏が、あの、京都の方に、なんか、あれ送るのは、あんまりないですね。基本的に江戸湾の貿易の利益に頼ってるんですね。うん、そうですね。外房側ってなんもないですよね、九十九里の方は。 いや、一応た、あの、外房方面でも、あの、房、え、総、ー、半島の先っぽの方の外房は、一応、まあ、この正木市がおるというのは、これ、これ、彼らも交易水軍なんですね。だから、まあ、この房総半島、こう、まあ、こういうのをこういう風に、あの、こういう感じに、あの、あれはあったみたいですね。この付近、この付近になるとちょっとわかんないですね。こっちの上で言うと、多分、この犬坊崎がありますから。 うん、やっぱ犬坊だけやりますからウィン・ミック・ボウなんてね、足利義明さん、ウィン・ミック・ボーをやっていますけど、これ、財政はどうするんですかこれ、小学校からじ分かれるけど、財産分けなんかしてもらえないでしょ、当然。自力で取るんですよ。<laughs> <laughs> あのマリア氏が結局バックアップしてるから、まあ、マリア氏から金もらうんですよね。つうか、たぶんマリア氏が、えー、こいつ使おうと。 もともとのスターターはそこなんでしょうね。古賀久保と対立したら古賀久保の一門の盆算をかっさらってきて、そいつをお弓久保にする。でああの、こういうのを財政援助してるわけですよ。最初にマリアの方が古賀久と対立してて、古賀久保と対立するためには神輿がいるから、みこ、うん、として。 小を担いだ以上はそれなりの財政支援はしますよと、うん、あそういう構造になってるねうん防災で突然ね兄貴筋の小学久から分離してこれどなして生活していくんやんっていうか軍なんかどなして集めるんやと思いますけどまあ多分マリアさんが全てお抱えでしょうね であの旗挙げたら、あのカクポーとか北条に反発するやつが集まってきますね。集まってきたら、まあ、今でいう上納家みたいなものを、そうそうそう。うん、それに里見なんかもやってくるわけで。特にあのこの東京湾の北条による制覇をよく思わない人間は、お弓クポーにかけようになりますよね。里見義博です。里見義博は第2次河野大合戦で、 を裏切ったんですけども、それに乗じて河野台に進します、甲府に侵攻、えー、してみると。ただ、この戦いはうまくいかなかったですね。重臣の富永なおかつら討ち取ったんですけども、氏、え、康、ー、の反撃で里見氏は敗北を喫し、この影響を受け、里見氏は上総を失って、阿波の国に撤退することになります。だから上総も失ってしまったということで、甲府大、非常に大きな損害を受けたと。で、さらにこの正木時忠が違反してます。 この絵ではですね、紫っついうのは、里見派から北条に裏切ったやつですね。1967年、三船山合戦。これで、えー、北条氏政が、里見氏を、意を止めるべく、北条氏政が、えー、指揮して都会しますが、北条氏にこ、今度は北条氏が敗れると。 これによって、えー、上総の国に、えー、里見氏が復帰する、さらに正木時忠も、えーまあ、里見方に、えー、復帰してくるということで、さらに一旦北条氏と、えー、接近していた佐々木義氏も再び北条氏から離れて、里見氏と、えー、の連携が、えーまあ、復活すると。この御船山合戦の結果、北条氏康はまあ,あの、いろいろとややこしい状況に置かれてしまうわけです。 その結果、北条再度は、里見氏との講和を、えー動,こうね、動こうとします。北条氏が出した条件というのは、下草、上草、阿波の三国の支配を認めるという、えー、結構、えー、いい条件はありますけれども、えー、義弘はそれを断っていますあの。義弘の言い分としては、ここまでずっと戦ってきた北条氏と今さらやっておむすけにいかないということで、佐竹氏と共に、 あこのあ紫あれですね、北条から里見に、えー、移った人物をこの紫にしてますけども、この辺りと組んで、えー、いきます、えー。それに対してこちらは越走同盟が、えー、開かれるということになります。あの三船山合戦の結果、まあ、義弘が、えー、結構いい子なので、さ、え、ら、ー、に佐竹氏と共に武田信玄との同盟に踏み切ります。武田信玄は、まあ、この背後から 北条氏安を突く形になると,、えー、となりますただあの、武田北条が、氏安が死んだ後、えー、武田北条は講和に入り、その結果、里見北条も一旦休戦に入って、義弘の代、北条氏とのは僕は行わなかったものの、事実上、北条氏との講和が成立するということになります。ところが、えー、あれですね。 S S 総同盟がまた大きく問題を起こしてくると。要するに上杉氏の、えー、支援がなくなると。基本的に里見義弘にとっては、武田信玄がこと藤さが仲良くなった段階では、この謙信からの圧力が、まあ、あの義弘にとっては命だったんでね。ところが、越相同盟が成立しちゃうと、今度は、あの、氏康から氏真さんに代わって、この辺が、 えー、徐々にうま、えー、くいき、えー、出すと、吉井にとっては非常に困ったことになるわけです。さらに、関宿城が、えー、陥落したことによって、北条氏の力が北関東に増大してくると。これが、えー、陥落したことによって、こういうふうに北条氏の力が広がっていくと。 さらに、えー、まずいことに、流しの戦いが起こりました、えー。これが何が起こるかと言いますと、武田と佐竹と里見の北条包囲網に対して、こちらの圧力がかかっていくるんですね、武田に対しては。まあ、武田がこっちらに行こうじ悪いんですけどね。そうなってくると、武田の圧力はもはや期待できないと。武田はもう、えー、北条との講和に結ばなきゃならないとなるわけです。 武田は、攻防同盟も自然消滅になります。要するに、武田は、東北の方面に何か関わる余裕はなくなっていくるわけです。さらに、この織田信長の兄弟化によって、上杉謙信の方向もこちらになるわけですね。上杉謙信も、武田勝頼も、基本的に関東の方に向かなくなって、ベクトルがこちらに向くわけですね。要するに、織田信長の方向に。 そういうふうになってきて、さまざまな外交的な問題がクリアされるようになってくると、この北条氏政の力が伸びてくるということになります。これは里見にとっては非常に有心者になってきます。さらに里見市では、この里見義弘と長男義織の関係が悪化してくるということもあって、これはまた次に述べますけれども、里見市の内部も、 ゴタゴタ外部の方は、えー、みんな、えー、この北条を抑えてくれる武田や上杉というのが、もうみんな織田信長シフトに行っちゃって、もうこっちの方向いてくれないと、そういう中で、えー、里見義弘は、えー、一大決断して、暴走一話に、えー、取り組みます。えー、領土協定がもれますけども 上総は分割して、えー、西と東に分けられ,あの、えー、分けられて、北条と、えー、里見で、えーまあ、分割どどの手、どこで分けられたか分からないけど、まあ、上総がとりあえず、えー、北条と里見で分けられて、上総も北条ががっつり入ってくると、さらに下草はすべ、えー、て里見市の範囲ではなくなるということで、まあ、これ、房総1話は、えー、実あの里見市にとっては非常につらい講和条件だったと。 ざっくり言うと、えーまあ、里見氏はほぼ完璧に北条氏に屈服するということになります。その代わりといったんですが、えー、あれですね、えー、里見義頼と氏真、えー、の娘が婚姻することになってます。これは里見からすると、えー、人質を確保したということになるんですけども、裏を返せば、えー、里,見あの里見氏に、えー、北条氏の影響力が、えー、入り込んでくると。 でこういう、えー、あの薩摩氏にとっては非常に屈辱的な講和条件が結ばれた翌年、薩摩義弘は休止します。これがまたあの遺恨を招くんですよね。薩摩義よりさん見ていきます。元和43年、薩摩義弘の所長子として、えー、生誕しています。一説には弟で義弘の養子になった説もあります。冒頭の系図では義よりは一応あの義弘の弟としています。なぜか言ったら、えー、息子にすると、えー、下が足りないからです。 だからこの辺は、えー、実はこの吉織さんはこっちかもしれないという説も、まあ、あるわけですね。暴走一話で、えーまあ、北条氏の娘と婚姻しています。えー、実は正室の,の宇治政の娘を廃人したので、えー、後に、えー、宇治政の妹を迎えています。ただこの両者とも子供の村で見たいですね。 えー、この義弘は、まあ、あの諸長子と生まれたんですけどもあ諸長子なんで嫡男が生まれると義弘は阿波の国一国を与えると上総の国は梅陽丸に与えると、えー、言うんですけども義弘、えー、との関係が悪化すると要するに家督を与えられなかった拝着されたことに対する恨みもあって義弘、えー、の葬儀には義弘は欠席すると、えー、いうことになります。 欠席するのか、それとも、えー、まあ、ふざけた格好できて、真っ向を投げつけるのか、その辺は、いる、あのあ、ありますけども、あの、いずれも、えー、着難えー、家督を、えー、まあ、剥奪された、えー、元家督相続提者は、まあ、そういう、欠席するか、真っ向を投げつけるかということになるわけですね。執行兵した吉織は、かずを制圧して、この吉弘の、えー、息子で着難であった、えー、梅尾丸を出家させます。 この梅尾丸はこういう、えー、いきなりクーデターで家督を追われたにしては、えー、幸せな人生をったようでその後、立山藩のこの宣賢院の従事を務めるなどその後、えー、里見市の中でちゃんと、えー、お寺を与えられて一時的にこの義頼が死んだ後と義頼の息子の後見人にもなってみたいですね梅尾丸さんは。 吉頼の息子の後見人にも一時選ばれるなど吉頼からの信頼も厚かったまだ小さかったからでしょうねただこの,あの梅尾丸の母親と梅尾丸の妹に対しては非常に厳しくどうも暗殺されてるみたいです1981年には工房同盟が再び結ばれるんですけどもこの頃要するに武田勝頼はもう破れかぶれで 皇后えー、同盟とか、皇能同盟とか、まあ、いろいろ考えるんですけども、その中で、阿波の里道とも、えー、結んでいるまあ、もう最後のわけで、よくとはた武田氏は滅亡して、この皇后同盟はほぼ何の意味もないと。で、えー、天正神保の乱では、暴走一話の結果、北条氏政に援軍を送っています。甲斐の国まで出,、えー、出兵して、えー、徳川家康とも、えー、交戦していると、えー、いうことになります。 だから房総一話は2年後に正室が死んだことで白紙かなと思われるんですけども実はえ結構残っていたとただ北条路政と、えー、うまくいかなくなった時に、えー、いち早く秀吉と連携しましたが、えー、1987年に、えー、亡くなっています里見義康ですけども1973年、えー、里見義頼の長男として生まれています87年、あのー、家督を継承していますでこの時に おじとも言われる、えー、バイオマルに貢献を受けている。で、だから、えー、バイオマル、梅原、あの、彼はよさ、一時、現存者、その、吉尻のだったという記録もあります。これはちょっとわからないですけどね。家督継承し、えー、いち早く、えー、秀吉との、えー、関係を結んで、阿波、和ズと、下須の一部を安堵されています。しかし、えー、小田原征伐で、えー、秀吉の怒りに触れてしまいました。 えーまあ、一般では地産と言われたんですけども、単なる地産でなくて、えー、北条氏の滅亡に乗じて、足利氏、及み久保の子孫を復興させようとしたということが、えー、あの、秀吉の怒りに触れたのではないかと。まあ、あの、さらに言うと、そこのところで軍事的に動いて、政策を出したりして、これが、いわゆる秀吉の気をずに、えー、軍事行動した、えー、総武事例違反にを問われてあの、上総と下総を取られて、阿波四万石と。うん いうことになってますこの時この里見義康を捕まってくれたのがどうも徳川家康だったようであって、えー、それ以降義康は家康との関係を強めていくと。で1591年真下長盛、えー、この真下長盛はこの秀吉にこの義康が,、えー、が関係を持った時に義康と義頼が関係を持った時に取り繋ぎになってくれた人物でこの真下長盛が差し出検築を行った結果4万国。 さらに1997年には、えー、本格的な大鼓検知が行われて、えー、阿波一国で、えー、結構行ってますね。9万1千国行ってますね。えー、関ヶ原では有城秀康に従軍して、日立の国の一部を仮蔵されて、えー、立山藩12万2千国を、えー、立派しています。1603年に、えー、彼は、えー、死去しています。だからまあ関ヶ原でもうまく、えー、立ち回って、12万2千国というなかなか豪勢な大名になったんですね。 ところが、えー、里見氏はそこからからんと、麹島王氏、この里見忠重が、えー、吉寄の子ですけども、この忠重もなかなかおいしいところですねあ。これは吉寄の子であって、あ,の、えー、あ,のあれですね、秀忠の返金を受けて、えー、元服してます。で関ヶ原で、えーまあ、先行を受けた結果、里見義康の、吉寄の子、あだから義安の弟ですね、にもかかわらず、独自に立派してます。 板花藩一万石を立派しています。しかし、1613年、職務大満を理由に開議、実態はよくわかっていません。義理の弟の坂井忠勝に従って、庄内に下っています。で、まあ子孫は井氏の家臣として、その後も存続しています。里見氏の本家の滅亡はこの里見忠義です。最後の,あの里見氏は。里見義安の子であって、彼も秀忠の返教を受けて元服しています。 忠義という名前ね、大久保忠恒は大久保忠、えー、地下の、えー、息子ですね。ところが捕鯨、えー、一頭につき、えー、川を倉川伊勢神宮に献上することが、えー、記録に残っており里見市の、えー、もう一つの大きな財源、えー、がこの捕鯨であったことがわかります。 捕鯨、まあ、が記録に出てくるのはこの忠義の代ですけども、おそらく、えー吉田吉、吉高とか吉弘も捕鯨、えー、も、えーまあ、あのやっていたんだろうと。えー、ところが1614年、大久保忠家の、えー、失脚に、えー、連座して、します権力者と、えー、この老中も詰めた大久保忠家の会役処分の煽りを食らって、えー、里見氏も会役。えー海域 の国の倉吉にその名を与えられたんですけども、実際に与えられたのは百人武器という非常に小さなものであって、まあ事実上流罪であったと。で、えー、死死なく断絶してしまいました。まあ諸子がいて、その諸子は真鍋氏とか、 の、えー、家臣になっていいるというあるいはあの里見氏と名乗る、えーまあ、旗本になったとか、えー、言われてますけどもこれも、まあ、あの確実な記録ではよく分からないただまあ里見氏という、えー、旗本が、えー、里本屋の御家人がおったあるいは里見氏の里見氏というあの、えー、真鍋氏の、えー、家臣がいたことは事実であって記録に残らないような子供がいた可能性はありますけども一応幕府の公的な、えー、記録では 獅子なく、えー、断絶ということになってます。一応三万石ということになってますけども。事実上海易であって、名実ともに、えー、この吉、忠義の死によって海易されて。名族かどうかは微妙なところですけども、里見氏は滅びてしまったということになります。千六百十四年にあっさり断絶してしますね。これ関ヶ原が終わって、幕府ができた時。十二万石持ってたんですね。そうなんですよ。 結構うまくキックオフできたんですけどね、うんうん、江戸時代には。そうで、すねでその後どうなったんか、印象にないというのは、ちょっと潰されちゃったんですね、これ。幕府の清掃に巻き込まれて、もうポロンと潰れちゃったんですね。それもなんか里見氏が暴れたとか、なんかやったとかじゃ、やらかしたじゃなくて、気の毒それは巻き込まれたと。まあ大久保と親戚になってたからですか。そうです 大久保忠恒の孫娘とこの大久保忠恒の、えー、娘とはまあ大久保忠恒の孫ですから忠恒が先に死ぬんですよねその後忠恒、えー、の死後忠恒が失脚してもてで妻の爺さんの失敗で連座して潰されたんですかそうです気の毒な気がしますねちょっとかなり気の毒ですねしかも扱いがまた三万石与えられるというても、えー、実際に与えられるのは百人ぶちでひでえなそれひでえなという 戦国時代にあったはずやのに徳川になってからの地図に出てこえへんなというのはこの里見家は関ヶ原をうまく抜けたのにね <laughs> うまく抜けてそれどころか12万石まで増えてさあこれからだいう時にいやあの大河内立家がやら,かしてやらかさんかったら不代並みになったかもしれませんよねこれ一応名門ですしねうん。 また1614年って微妙なとこで消えてるから大阪の陣の後の源内演武以降の大名配置図には里見というのは全く出てこないねああほん確かにこれも確かに微妙な微妙ですね <laughs> ここで消えるというのは里見ってあったはずにど,どこでどなして消えたやろと思ってたんですよ源内演武以前に消えてるからその辺余計になんかあの突然のフェードアウト感が拭えないですな なんか里見って、あの始まりも幕府の偉いさんにくっついて、その煽りを食らって、没落してるし、なんかその辺今一つ、運のないでえ、あれですね、家ですね、ここは。始まりと終わりに、なんかそういう。い里見の場合は、特に内政で見るべきものとか、そういうのあるんですかこういう仕組みつ、くっ取ったとか。 そんなに研究もすめちゃめちゃ進んでるわけじゃないんで、私もよくわからないです。<laughs> うん。まあ、ちょっと掘、これはいくらでも出てそれなりに出てくるんですけど、やっぱりあの、まあ、佐竹並みにやっぱりマイナーな大名なんで、地域史の方であの多分あると思うんですよ千葉県の方で。あわの国の歴史を語るには欠かせない。うん。 意外とまあ、関東の方で、まあ、水軍的な話で出て、あの、活躍してるから、あの、重要な大名になるのは間違いないんですけどね。えっとまあ、阿波一国つない、あの、え一、ー、国、これ小さくないかというと、やっぱり9万1000億まで行ってんですから、相当、やっぱり結構な国ですよね、阿波って。生産力高いですよね。そんなに広くない、ものすごい狭いし。 やっぱり海っつのやうぱりそういう意味ではポテンシャル大きいですね、ここ大名でね、国一つ持つことが大名の条件だというのがありましたよね。はい。あざの場合、あれ、近江、藩国ですかあれは大名になれるんですか、藩国。妙なんですよね、だから、あざ家なんかは。あれは国衆というべきかと。六角は家の成り立ちからして、あれは大名なんですか でもまあ南半分だなとか <laughs> <laughs>、まあ。近江は大きいからね。で問題はあの陸奥の国ですよね。伊達とか足なって多分一国レベルの力を持ってるんだけども。陸奥とは巨大な国でしょ。うん むつの片隅だけでもあれ、60万ぐらい言ってますもんね、あの、国高割りされたら、あの、伊達なんで、60万ぐらいってます言ってますもんね、あれ。うん、そら陸奥一国を領域的に支配したら、そら強えわなと。<laughs> 鎌倉幕府最初に守護がなかったのは、あれはやっぱり、何やったんだろうなと思うんですね。あの、主語的なものを置いて、守護的なものプラス行政官をお、えー、兼ねさせたのは、まあ、おそらく、 あの建武正の武将軍風ぐらいでそれがめっちゃ強かったから足利氏はあの欧,州欧州関係はあの欧州団体には行政権を持たせずに黒人にバラバラにさせたと。